2回目の接種から原則8ヶ月以上経過した18歳以上の人で、来年3月から全国で始まる予定です。春は移動や進学の時期ともあって、団体によっては3回目の職域接種を取りやめたり、慎重に手続きを進めるなど対応が分かれそうです。